スーパーアグリ、フェルナンデスレーシングの55号車、松浦康介がドライブフェルナンデスレーシングはアメリカンルマンシリーズに参戦するメキシコのレーシングチーム。以前はジャンプカーシリーズ、インディカーシリーズ、ロレックススポーツカーシリーズに参戦していた。チームは2001年にエイドリアンフェルナンデスとトム・アンダーソンによって共同設立された。チームは ジャンプカーシリーズにフェルナンデスと中野真司を起用して参戦した。2003年は中野と契約を結ばず、フェルナンデスのみの一カー体制に縮小して参戦したが、ポートランドで初勝利を記録した。一方、R へは鈴木アグリと手を組み、スーパーアグリ、フェルナンデスレーシングとして、ロジャー・ヤス川を参戦させた。翌2004年シーズンは開幕直前に参戦予定を、 健康、フェルナンデス自身も R への参戦を決定する。フェルナンデスは、ケンタッキー、シカゴ、カリフォルニアと参照を挙げた。2005年は、モーナンレーシングと手を組み、フェルナンデス自身は、インディ500のみの参戦であった。スーパーアグリチームでは、松浦康介を起用し、またデルファイ・フェルナンデスレーシングとして、スコット・シャープを起用した。チームはまた、 ローズのスポンサードを受けロレックススポーツカーシリーズに参戦、フェルナンデスとマリオ・ハーバーフェルドがデートなプロトタイプを走らせた。2007年シーズンはインディカー及びグランダムシリーズから撤退し、パートナーであった鈴木アグリとの契約を解消。鈴木はパンサーレーシングと提携し、スーパーアグリ、パンサーレーシングとしてインディカーへの参戦を継続した。フェルナンデスレーシングは アキラの新たな LMP にプロジェクトに加わり、3つのファクトリーチームのうちの1つとしてアメリカンルマンシリーズに参戦した。チームは第1のエンジン開発チームとして選ばれることとなった。ローラ B06-43 アキュラアメリカンルマンシリーズでありがとうございます。